皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は人物宛て脳トレです。ある歴史上の人物に関するヒントが3つずつ表示されます。ヒントから正解は誰なのかを当ててください。何個目のヒントで当てることができるでしょうか。問題は全部で5問あります。小学校の教科書に出てくる人物ですので、全問正解を目指して挑戦してくださいね。それではやってみましょう。1問目です。1つ目のヒントです。屋島の戦いが有名です。2つ目のヒントです。源の頼朝の弟です。3つ目のヒントです。牛若丸と呼ばれます。もうわかったでしょうか。終了です。それでは正解です。正解は源の義経でした。牛若丸と弁慶の話は京都の五条橋で有名ですね。屋島の戦いは少人数で兵士の大軍に勝った戦いです。壇の浦の戦いで平家を滅ぼしましたが、兄の源頼朝から信頼されずに悲劇的な最後を遂げてしまいました。2問目です。1つ目のヒントです。南北朝時代の武将です。2つ目のヒントです。六波羅探題を攻撃しました。3つ目のヒントは室町幕府を開きました。これでわかったでしょうか。終了です。それでは正解です。正解は足利尊氏でした。1338年に征夷大将軍に任命され室町幕府を開いた人物ですね。南北朝時代と言われるように天皇が2人いた時代です。室町幕府は240年間も続きましたよ。それでは3問目です。1つ目のヒントです。駿府城で生涯を終えました。今の静岡県静岡市ですよ。2つ目のヒントは幼名は松平竹千代です。3つ目のヒントは大阪の陣で豊臣氏を滅ぼしました。
終了です。それでは正解です。正解は徳川家康でした。1600年の関ヶ原の戦いで石田三成を破り、1603年に江戸幕府を開いた有名な人物ですね。それでは4問目です。1つ目のヒントは、長州出身で幕末に活躍しました。長州は今の山口県ですよ。2つ目のヒントは、龍魂録という遺書を弟子に残しました。3つ目のヒントは、松下村塾の生みの親です。終了です。それでは正解です。正解は吉田松陰でした。いくつ目のヒントで正解しましたか？松下村塾で明治維新の原動力となる多くの門下生を輩出しましたが、わずか30歳の若さで処刑で他界しました。最後の問題です。一つ目のヒントは、南州王と呼ばれます。二つ目のヒントは、戊辰戦争で旧幕府軍に勝利しました。3つ目のヒントは、西南戦争で敗北しました。終了です。それでは正解です。正解は西郷隆盛でした。明治維新に尽力し、維新の三傑と称されている西郷隆盛ですね。坂本龍馬とともに薩長同盟の立役者になりました。西郷隆盛の身長は178センチ、体重は108キロと推測され、実は典型的なメタボで治療をしていたそうですよ。最後におまけの問題です。一つ目のヒントです。兄弟で結婚したと言われている人物です。2つ目のヒントは、エジプトの女王でした。正式には7世となります。3つ目のヒントは、世界三大美人の一人です。終了です。正解は知の種のホームページで行っています。
概要欄にホームページの URL を記載しています。わからなかった方はホームページをご覧くださいね。わかった方はコメントで自慢してください。以上で問題は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。この脳トレはエピソード記憶と判断力を鍛えることができますよ。皆さんのコメントや高評価をお待ちしています。チャンネル登録をよろしくお願いします。